はい、今回はついに来てしまいました。超苦手教科、音楽というのかピアノというのかキーボードと言っていいのかよくわかんないんですが、どうでしょうね。これを見るとですね、なんて書いてあるか読めないんですが、36鍵盤、3オクターブ、なんじゃろう。ドレミオシがなくても弾けると、こういう甘い言葉にいつもね乗っかってしまって購入するんですが、一向に弾けた試しはないと。まあ思い返せばね、小学生に始まったこの笛ですね。まあ笛なんですが超苦手というか、そもそも指が短くて全ての穴を押さえることができなかったにもかかわらず、先生はねブイブイブイと音程外す自分に文句を垂れていて、もうやってられんということで音楽サボしてましたね。まあそんなこんなでね、まあ音楽はもうさんさんたるものです。人前で歌わされたり、違うな、歌わさせられたりとか、もう悲惨。もうね、音楽の授業が始まるたびに苦痛極まりないと。まあ必殺ね、音楽の教科書の偉人たちの似顔絵というか、あの顔を書き換えるのが定番だったんじゃないかなと思います。笛がね、とにかく指が届かない、そして音痴だから人前で歌うのが嫌だといったところなんですが、振り返ってもしょうがない。入っていたのはこのような鍵盤、キーボードですね。どうなんでしょう。まあ、おもちゃよりはいい感じですね。娘ちゃんが使ってるおもちゃキーボードよりはしっかりとした作りですが、まあ、よくあるこう本格的キーボードと比べるとやはりコストを抑えた感じはしますが、でも3オクターブあるということらしいんですが、どれがどとかがさっぱりわかりませんね。シールが貼ってないんで、どれがどとかがさっぱりわからないというのも辛いところ。まあなんとなく音を鳴らせばどかなと思うんですが、だいたい外れてますね。どれを押してもなんかどのように聞こえてしまうという辛いというか、ただね、弾けない曲というか、弾ける曲も何曲かあります。レパートリーとしてはね。まあ、超シンプルです。シャープとかフラットもいらない。シンプルな曲なんですが、まあ、後ほどね、軽く弾いてみたいと思います。まあ、ディスクシステムですので、まあ、なんだろうな。音はですね、ファミコンの中ではいいんじゃないでしょうか。では、このディスクね、入れてみたいと思います。合唱。まあディスクなんでね、定番のこのようなサウンドというか、デモ画面が出てきますよね。まあ結構この手のね、音楽ソフト、ファミコン、ファミリーコンポーザーとか、オトッキーとかね、実は購入してるんですよね。音楽そのものが嫌いというよりはですね、なんかこう、なんつうのかな、これやれとかね、下手くそとかね、歌えとかね、そういうのがね、嫌なんですよね。サウンドそのものは基本的に好きというわけなんですが、実力が全く伴わないわけですね。1987年の作品ですね。ディスクシステムが発売して、まあ翌年にリリースされたソフトです。まあコナミといえば、まあサウンドがね、定評があったメーカーでもあります。まあそういった意味で、まあもともとね、ゲームセンターでも業務用のね、マシン出していたんで、こういったハードウェアにも非常に強かった時代のコナミですよね。まあ自分のね、この頃のコナミの印象としては、とりあえずサウンドが素晴らしい、アクションゲームが気持ちいいというイメージがあった時代のコナミ。オープニング長いっすね。いやー、始まろう。ちょっとね、マニュアルがないんで、何が何だかよくわかんないんですよね。
3つほどおそらく下にアイコンがありますが、もやけててちょっと何が何だか分かんないな、初心者の部屋とかありますが、まあ中級者ということで、そうだな、どれか選びたい。では1曲弾いてみたいと思います。なかなかうまいもんでしょ。まあ、このぐらいはね、弾けるかな、と言いたいんですが、これはですね、おそらくデモムービー。このぐらいの曲ね、ガンガン弾けたらかっこいいた、かっこいいたじゃなくて、かっこいいなと思うんですが、まあね、ギターとかちゃちゃっと弾けちゃったりして、そういった憧れがありましたが、結局この年になるまで全く音符が読めんと。まあこんな感じで今ね弾いてますけど、まあ、こうやって合わせてるとなんか弾けてる感じがしちゃうのは不思議なマジック。って感じでね。弾けてるような心地よさがありますが、まあ適当に押しちゃってるだけですね。いやー、痛い。なんかね、弾ける曲をやりたいなと。チューリップはね、弾けます。チューリップってやつね。違ったっけ。こんな感じで。まあ、なんだろうな。ちなみに左右、二つの手で弾くと、両方とも同じ動きしてるんですよね。なんかね、こう、左と右で違う動きができないから、全然こうね、わかんない。ちなみに小学5年生の時ね、大太鼓の役やったんですが、全く音程が合わないためあっさり外されてしまいましたね。その結果なんだっけな、三角形じゃないか、三角形の楽器チーンってなるやつね、あれに回されてしまいましたよ。大太鼓結構主役みたいな感じで目立ってたのにな、残念無念。三角のトライアングルになっちゃった。はい、再び、ひじきのソロ演奏。まだまだね、昭和でしたからね、学校もね、ゆるいっつうか、なんていうか、適当なんですよね、すべてが。みんなこう、音楽の授業出なくなっちゃったりとか、ボイコットしちゃったりとか、平気で起きていたし、まあそういった関係もあんのかな。どうもね、音楽との巡り合わせは全く良くなかった。4年生の時はなんか、クラスがね、合唱コンクールに選ばれちゃって、放課後特訓させられるし、5年生の時はね、女の担任の先生で音楽大好きっ子だから、もう毎日歌ったり、こう、演奏したりとかでね、苦痛極まりない。6年生の時のね、音楽の専科っていうのかな、音楽の専用の先生がいたけど、これがまたすんごいおばあちゃんでね、みんなしだけて音楽教室に行かないんだよね。音楽教室じゃないか、音楽室か。行かなくて、まあもうなんだろう、ほとんど授業してないんじゃないのかって感じですよね。そんなのが許された昭和時代、まあスクールウォーズみたいな感じでしたからね、全体的に。あまりにね、弾けるレパートリーがなくてね。まあ、あと、笛ではですね、チャルメラ、ドゥルルルル、ドゥルルルルルは弾けた。ちょっとね、自分のあのひどいサウンドよりは、もともと入っているやつをですね、使って。これはですね、実はオルガンとか、いろいろとね、変更させることができるんですよ。オルガン、ピアノとか。
まあそんなんでいろんな音色をね楽しむことができちゃったりするそうなんですが、まあ自分でね弾けてそれを保存したりすることもできるんですが、そもそも弾けないんでねなかなかきついとこなんですが、まあ、分かる人から見ればね当時こうどうでしょう、8900円ぐらいでまあディスクのね音を使ってですがピアノを練習できたと、まあ、どのくらい売れたのかは全然わかんないんですが、まあねやる人は多分本格的なの買うと思いますよね。で例えばこんなねステージなんていうのもあります。ステージこんなステージでまあよくあるこう昔ですね確かにね、まあここでも自分がね演奏することができちゃいます。まあちょっと自分の演奏だとね悲しいんで、まあ口直しじゃないな耳直しというんでしょうかコナミといえばね当時名曲のねグラデュースのサウンドがこのドレミックの中には入っています。それを再生してみたいと思います。こちらもね、実はこう、バイオリンとか、ギター、バンジョーっていうのかな？バンジョーとカズインって感じですね。などなど変えたりとか、16ビート、ロックとか、なんだ、ボッサ。頭がボッサボッサって感じかな？まあ、そんな感じでね、いろんなもの、コートって書いてあるな。変えることができます。まあ音色もね変わりますよね。まあこれいじくってるだけでも楽しいんですが、もうちょっとねコナミサウンドたくさん入れてくれると嬉しいんですが、まあ本来ね鍵盤というかキーボードを使って自分で演奏するのがメインなんでね、自分全然弾けないからこう音楽がたくさん入ってる方が嬉しかったなと思いますが、まあこんな感じでね、まあディスクシステムの音源をね有効に使ったまさにコナミならではのディスクシステムのソフト、いやーいいサウンドだったな。グラデュース、ひじきのチューリップとか辛いね。ちょっと今回非常にピアノということで大変だった。音楽は自由だ。ではまた。